決めて続けることができるかと思いますので、ぜひ自分の時間を味方につけて、早く始めて長く続けるということを実践いただけたらというふうに思います。ではここからですね、商品のお話を進めてまいります。コモンズサーティファンド、2009年1月から運用が開始した商品ですけれども、こんな思いで商品は生まれました。今日よりも良い明日のため、ゆっくりと育てる長期投資ファンドというふうになっています。そもそもですね、長期で資産形成をしたい方々にとってふさわしい商品作りというものからスタートしてますので、じゃあ投資する先もですね、長期で、成長できるような、もしくは持続的に成長できるような会社を選ぼうというふうに考えたわけです。ただその時に長期的に稼ぐ力を持続できるのはどんな企業なのかというと、やはり強い企業ですね。まあ、この後具体的にお説明しますけれども、この強い企業を厳選して選ぶ、まあ、こんなふうに考えてコモンズサーティファンドのコンセプトは生まれました。また一番下にありますけれども、単に、経済的なリターンだけではなくて、投資を通じた社会とつながるリターンも提供したいという思いもこの当時からありました。ではここからちょっと具体的に見ていきたいというふうに思います。コモンズサーティファンドの3つの特色、30年30社対話です。30年目線というのは、先ほどもお伝えしましたように、自分たちが30年という一世代、約一世代にわたってしっかりとお金を成長させ続けられるようなファンドを作りたい。じゃあ投資する企業に対してもそういった目線でお金を預けようということから、この30年目線というコンセプトは生まれました。長期安定株主として企業に寄り添いながら、企業の長期的な価値創造に貢献する。一方、お客様、ファンドを買ってくださる方に対しては、本格的な長期資産形成の手段を提供しますということです。で、こういうお話をするとですね、じゃあコモンズは一旦30年目線で選んだ会社はもうずっと持ち続けるんですか、というご質問が出ます。これについてはですね、答えで言うとノーです。例えば今この瞬間から見て30年後も成長し進化し続けられると思った会社を選び投資をする。ただこの30年目線はどんどんアップデートされていきます。定点観測を続けていく中で、例えば半年後に、その半年後から見て30年後が成長し続けられる、進化ができるというふうに思えないシナリオが狂ってしまった、もしくは思わぬ、何かその私たちが見落としていた部分があったというようなことがあった場合に、そこで30年目線が担保できないのであれば売却に至るということなんです。ただし、短期的なですね、ちょっと向こう半年間ぐらい業績が落ち込みそうだといったようなことですとか、ちょっとした企業の変化で安易に売却をするということではなく、あくまで長期の目線で進化し持続的な成長ができると思えば、そこは保有をし続けます。で、会社が調子が悪いといったことですとか、何か不祥事が起こったといったタイミングでは、これからお伝えをする5つの軸を使いながら分析をし、それでもなお、30年後はまたしっかりと成長できると思えば保有するというのが、私たちが考える30年目線です。で、この30年目線を実践するにあたって企業を見るポイントが5つあります。それがこちらの5つの軸と言われるものになります。収益力、競争力、経営力、対話力、企業文化といった5つの中で、4つはですね、数値化しにくい見えない価値というふうに私たちは呼んでいます。そしてこの4つをより重視して企業の分析を行うということになります。まあ、少しこれ例えになりますけれども、例えば氷山があるとして、氷山
まあ、海から海面から上に向えて見えている部分がこの収益力だとすると、その下に隠れているのが競争力や経営力や対話力や企業文化、すなわち競争力や経営力といったものが結果として収益力という見える価値に変わっていく。だけどここだけ見ていてはやはり30年後は見通せないので、数値化は難しいんだけれども、その企業の競争力の源泉となっていく経営力であるとか対話力とか企業文化といったところまでしっかりと分析を重ねるというのがコモンズ流の企業価値評価のレシピということになります。そしてそうやって選ばれた会社に30社集中投資をする。これもコモンズ30ファンドの大きな特徴です。今上場している会社というのは3800近くに上りますので、その中から30社に選ぶというのはもう 1% 以下の 1% 以下ですよね、数字で言いますと。ただそういった会社に集中して投資をすることによってしっかりと一社一社に対する分析を深めることが可能になりますし、またたくさんの企業に投資しすぎることで市場平均化しないというメリットもあると考えています。で、こうして30年30社というふうに選ばれた会社と対話をする、これもコモンズ30ファンドの大きな特色です。長期的な視点で企業を評価するということは、当然企業に起こる変化についてもしっかりと見続けなければいけません。また一方的な企業への要求ではなくですね、対話を通じて企業価値の創造というものに取り組んでいきたい、まあ、ここですね、30年目線で企業の長期的な価値創造に貢献するとありますけれども、これを実践する具体的な手法がこの対話になるんだということなんです。またこの対話の意味には、単に企業とコモンズの運用に関する対話を指しているだけを指しているわけではなく、投資家の皆さんとの対話も通じて、どんな会社に投資されているのか、コモンズはどんな価値をこの会社に見出して投資をしているのかということを見える場をたくさん作るようにしています。実際にはコモンズ30塾といった、対話の場ですとか周年イベントといったところで投資家の皆さん、受益者の皆さんにお集まりいただき、そこに投資先企業に来ていただいてですね、まあ、短期的な業績や短期的な見通しといったことではなく、この5つの軸でいうと経営力、対話力、企業文化、まあ、競争力といったところをテーマにですね、さまざまなお話をしていただくというイベントを多数開催しています。こうすることによって、冒頭にお話ししたですね、お客様が長く続けていただくことでしっかり資産形成ができるという仕組みも担保できるんじゃないかなというふうに考えています。で、こうして選ばれた30社の顔ぶれがこちらになります。今ちょうど30社投資をしているんですけれども、約11社ですね、3分の1は、ファンド運用スタート当初から投資をしている会社になります。平均すると大体 8.6 年の保有年数ということで、まあ、途中入れ替えもあるよというふうにはお伝えをしましたけれども、基本的には長期のスタンスで投資をし続けさせていただいております。またですね、ここで選ばれたこの30社には次のような特色があります。右側の表なんですけれども、コモンズ30ファンドで投資をさせていただいている企業の多くが海外売上高比率が高いという事実なんです。これはどういうことを意味しているのかと言いますと、よくですね、日本経済これからあまり伸びる要素がないと思うんだけど、コモンズ30ファンドは国内企業ばかりに投資して大丈夫ですかと聞かれることがあります。その答えがまさにここなんですね。日本企業イコール日本経済ではありません。日本企業でもグローバルに活躍する外貨を獲得できる企業に投資をすることによって世界の成長をしっかり取り込めるポートフォリオになっているということなんです。日本経済は
もう成熟した経済ということで、成長というのは非常に難しい局面にありますけれども、世界的に見ればですね、人口の増加に伴う経済成長というのが続いています。経済成長が続けば、そこに衣食住が発生する、そこにさまざまな需要が起こる、そういった成長を取り込める企業が多くこのコモンズ30ファンドには組み入れられているということなんです。またもう一つ利点がありまして、よくその海外の成長を取り込むためには、海外の株式や債券に投資をしなきゃいけないのではないかと考える方がいらっしゃいます。それは正しいんですけれども、一方で為替リスクというなかなか読みづらいものと付き合う必要が出てきます。コモンズ30ファンドであれば、為替リスクを取らずにですね、海外の世界の成長を企業を通じて取り込めるというメリットがあると。ことも言えると思います。そしてコモンズ30ファンドのもう一つの特徴といいますか、やはりその今とても注目されている ESG 環境社会ガバナンスといった点においても、非常にその先進的な企業が多く組み入れられているという事実です。特に私たちコモンズ30ファンドを ESG ファンドとは言っていませんが、当然30年目線で企業を選ぶ際には、環境への配慮、ガバナンスがどうなっているのか、社会への貢献といったところは当然前提の基準に入ってまいります。こちらはちょっと少し古いデータですけれども、以前フォーブスが行った調査において、 ESG という観点から、優れた経営者を抽出したところ、上位に多くのコモンズ30ファンドの投資先企業の社長様が入られていると。いうことからも、ESG ファンドではないんですが、こういった要素を多分に含んだファンドであると言ってもいいのではないかと考えています。で、10月末時点までのパフォーマンスはこちらです。だいたいスタートから今3倍ぐらいの価格水準になっています。ただ、この10年で3倍になりましたよねといったことよりもですね、例えばこの間資金流入が続いていますといった事実であるとか、例えば年率リターンに直した時には市場平均よりも年率リターンが高く、ここはブレを示す標準偏差というものですが、ブレは小さい、すなわち、顧客損益比率のところでお話ししたような運用効率の良い商品を提供させていただけているということにご注目をいただきたいなというふうに思っています。またですね、特色の中でお話しした対話、その具体的なイベントとしては、さまざまな活動を行っています。実はこれを収録している今日11月26日にも、このあと大銀工業さんをお招きしたサスティナビリティレポートワークショップというものを行うんですけれども、大体3ヶ月に1回ぐらいのペースでですね、投資先企業様をお招きしたイベントを開催しています。また真ん中にありますようなお子様向けの投資先企業様訪問なんていうのも積極的に行っています。このお子様だけをちょっと取り上げてご紹介しますと、私たちは2010年から子どもトラストというサービスをスタートさせています。世代を超える投資というものを実現したい。だったらやっぱり子どもの頃からしっかりと資産形成してもらうと、より豊かな人生になるよね。それから私たち投資業というのをやってますから、一人一人が選ぶ力をつけていくことってすごく大事だよね。じゃあ子どもたちにも答えを与えるのではなく、選ぶ力を身につけていただくようなイベントやセミナーをやっていこうということで続けてまいりました。今ではお金の教室なども開催しておりまして、とても好評をいただいております。そしてもう一つ、コモンズの特色でもあります寄付の仕組みについてもご紹介しておきたいと思います。私たちはですね、金融本来の役割というのは、必要なお金を必要なところに回していくことだというふうに考えています。で、その中で私たちは投資運用業というものに携わっておりますけれども、投資運用業というのはお金を必要とする企業に個人の方が成長を託し、そのリターンが成果として返ってくるという仕組みかと思うんですけれども、じゃあこういった企業活動はどんな社会で
成長できるのだろうかというと、それはやはり安定した社会でこそ投資先企業の成長があるんだというふうに思っています。こうしたその安定した企業、安定した社会基盤を作ってくれている人たち、例えば今でいうと貧困の問題に取り組んだりとか、さまざまな社会課題に取り組む人たちというのは非営利セクターにいることが多いんですね。でこういった方々にもしっかりとお金を回していくということが必要なのではないかと考えていて、私たちは自分たちの収入にあたる部分の 1% を社会起業家の方に寄付をさせていただくということを創業当初から行っています。こうやって自分たちのお金、意思を持ったお金がしっかりと世の中で循環していく、こういった大きな循環をますます作り出していきたいなというふうに考えています。そして具体的には今年はですね、WizALS の武藤さんを応援先として、100万円を寄付させていただいています。武藤さんは難病である ALS にかかられてからも自分の限界を決めないということで様々なチャレンジを行われており、この左側の写真は実はこれライブの写真で、真ん中に武藤さんがいらっしゃるんですけれども、どんどん筋肉が萎縮していく中で目の力を使ってそれをテクノロジーに乗せてですね、実際に自分が DJ をするというようなイベントを行われています。こういったさまざまな社会課題にチャレンジをする方々を応援するというのは、まさに私たちのミッションである未来を信じる力。